どうも、アイジです。いつもね、こう、最近このピンマイクを使ってるんですけど、ピンマイクで撮影しようと思ったらですね、映るかな？映らないかな？バッテリーエンプティ。ということで、秋になりました。まあ、10月になって、どうですかね？ 10 月って秋って感じがしません？自分9月は、まあ、残暑っていう感じね。そう、残暑まあ、夏が終わりかけてるなっていう感じがするんですけど、まあ、10月ってなると急に秋だなっていう感じがしていくわけで、まあ、秋といえば、読書の秋、食欲の秋、運動の秋、いろいろあるわけですよ。まあ、皆さんね、いろいろあると思います。まあ、自分は食欲の秋なんですけど。で、読書の秋ということで、今回ですね、まあ、滅多にやらないんですが、ちょっとプレゼント企画ということで、プレゼントをね、させていただこうかなと思っております。で、何をプレゼントするかっていうと、自分の本です。はい、自分の本かよって話なんですが、4月かなに発売させてもらったこの本ですね。まあ、もしかしたら持ってくださっている方もいらっしゃるかと思うんですが、この本がですね、2回増刷がかかりまして、細かい数字ね、わかんないんですけど、一応1万部、世に出すことができました。で、前、まあ、覚えてる方いるかな、実はある目標を、ある数字を超えたいっていうのをずっと思っててですね、自分本出したのはこれ初めてじゃないんですよ。昔、中1と中2の数学の参考書を出したことがあって、中1の方が売れてるんですけど、中1の参考書が1万部売れてて、で、どうしても、その参考書にこう超えたかったんです、それ。だから、これを1万部に載せるのが、個人的な目標だったんですよ。まあ、1万部なんてね、本で言うと、ほんとね、そんな大したことないんですよ。まあ、じゃないみたいな、ぐらいしか売れてないんですけど、でも、今回1万部一応行ったっていうことで、その記念も兼ねて、あとしかも読書の秋ということで、この一生の武器になる勉強法ですね、まあ、厚かましいんですけど、サイン入りで、今回5名の方に、プレゼントさせていただこうと思っております。で、応募方法なんですが、いつも使ってるこのアドレスですね。このアドレスに、件名を本くださいっていう件名にしてください。本くださいっていう件名で、で、本文の方に住所書かなくていいです、まだ。一応でも本名と学年、本名と学年と、あとメッセージ。です。自分への、まあ、なんで本が欲しいのかっていうところもあるし、まあ、自分へのメッセージを書いていただいて、で、まあ、多分、全部目通せる量ぐらいしか来ないと思ってるので、まあ、目通させてもらって、まあ、その中から5名を選ばせていただこうかなと思っております。まあ、もしかしたら多かったらね、内容読めなくてこう抽選になっちゃうかもしれないんですけど、そんな感じで選ばせてもらいます。で、住所どうすんのって話なんですけど、それは、こう、当選、この方に送りたいって決めたら、自分が返信します。当選しましたって送りたいですって言って、そっから住所送ってもらえれば構わないので、最初の段階では、件名を入れてもらって、本名と学年と、メッセージ。この3つだけ、記入していただければ大丈夫なので、よろしくお願いします。締め切りがですね、10月5日の23時59分、つまり日曜日になる前ですね、土曜日までに送っていただいた方から選ばせてもらうので、よかったらよろしくお願いします。